はい、皆さんこんにちは。カリチャンネルのうぞみです。ワークマンの公式アンバサダーなどさせていただいております。今日はこちらです。じゃじゃじゃーん。新学期ということで、習い事のリュックとか通勤通学のバッグとか探す方も多いと思います。今日は2000円以下のワークマンのバッグというかリュックですかね。2000円以下のワークマンのリュック3点ご紹介させていただきたいと思います。ロングヒットしている商品から最近発売されたものまで3つね、よりすぐりで選んできました。私がめちゃめちゃ使ってるものもありますので、ぜひね参考にしていただければと思います。それではどうぞ。ではね、まずはこちらを説明させていただきたいと思います。デイバッグ1280円、お色がレッドです。結構色展開が何色かある商品で、まず安いよね。なんか1280円にも全然見えないデザインかなと思っていますが、とまず背負った時に肩が痛くならないようなふわふわな感じになっています。そしてサイドポケット、じゃーん、飲み物が500のペットボトル余裕で入ります。そしてですね、外側にこのポケットがついていて、ここにね、あと、まあ、さっと取り出して使えるものを入れていただくといいのかなと思います。中を開けていきたいと思います。22リットル入るので結構入ると思います。チャックはね、ここまでだね。で、中を開けていただくと、この中にもポケットがありまして、中はここに入れて、さらにここに入れることができます。 A4 サイズ、 A4 サイズも楽々入る大きさだと思いますので、これ狩猟生活入れて、これ私のちょっと仕事の本なんですけど、で余裕、大学生とかにいいのかな。なんか普通に山登りとかも、あ、この真ん中のこれはついてないけれど背中にもここにもポケットがついてる。ほら、ここにあれかな、鍵とかちょっとした小銭とか入れるといいかな。この背中全体がポッケになってるわけではなくて、手のひら1枚分ぐらいが入るポッケがこの背中側についてます。貴重品はここだね、そのまま背負ってみて、背負ってみよう。でね、これってさ、この豚の鼻みたいなのってさ豚の鼻、いや、よくついてるじゃん、これってここにカラビナとかやるの？そうだよ、ここになんか通してコップとか垂らすってこと。ああ、そう。なんかあんまりそういう使い方してる人見ないからさ、街で。街ではそこにコップぶら下げてたらちょっとおかしいんじゃないか。これなんか何なのかなってずっと思ってて調べたの。ちゃんとサイズの調節がここでできるようになってますね。かわいいね、背負った感じ。なんか登山なんかにも良さげなデザインかなと、あのちょっとしたハイキングとかちょっとした登山にもいいかなって思うようなデザインかなと思いますが、真後ろ向いて、はい、どうですかね。うん、良いと思います。良いと思う、うん、はい。だって安いもんね。1280円では安くない、ね、安い、かわいい。次はこちらです。デイバッグ980円。びっくりしちゃった。なんかさ、なんだろう、例えばホームセンターで980円とかのバッグって売ってるけどペラペラだったりさ、こう売ってんの、ホームセンターに。まあ売ってなくもないんじゃない。でも980円はすごい安いと思うんだよね。びっくりしちゃったもんね。で、はい、見ていこうと思います。
まずサイドにポケットちゃんとついてるので飲み物と入れていただくことができます。じゃあ、そしてさっきと一緒ですが、ちゃんとこう肩のところがふわふわになっているので、背負っても痛くならないようになっているのと、ちゃんとサイズの調節もできます。そして表にこちら着ポケットついてますので、貴重品等を、ね、入れていただいてもちゃんと閉めて落とすことがないかなと思います。中開けていきますね。はい、中を開けていただくと、中にここにさらにポケットがついてます。で、結構これが容量が入るので25リットル入りますので、これも結構あのね、習い事とかいろんなことに使えるかなと思います。入れてみようね。さっきも出てきたけど、狩猟生活と私のヨガの本、もう余裕にスカスカに入ります。背負ってみようね。980円、驚き？安いね。安いよね、うん、機能性としてはやはりこう980円だから、こうそんなにたくさんはないんだけども、シンプルに安い、コスパ重視の商品です。背負った感じも全然まあ普通な感じですね。はい、いいと思います。そして最後はこちらです。撥水デイバッグ1900円。これね、ワークマンのロングヒット商品になりまして、5年ぐらい前に出てるんだよね。だけどまだ店頭で販売されている商品で、1900円で今日紹介した商品の中では一番値段は高いんですけど、でも2000円以下ですからね。とまず撥水になってます。水をはじく。そしてここが止水ファスナーになっているので、とファスナーのところから水が入ってこないようになっております。ここにね、私はよくあの、まあ、財布とか鍵とか大事なものを入れてました。でこちら背中、重たいものを入れても蓋がかかりづらいように、まず腰のところにふわふわがついているのと、もちろん肩が痛くないように肩のところ、背負うところにもふわふわがついていまして、さらにあのね、これがこう重たくてずれていかないように、ここでもちゃんと止めることができます。やっぱちょっと値段を上げるだけですごいあの機能が増える、撥水なのと負担がかからないような仕様になっているのと、あとこれもう一番おすすめだなと思うのは、この開ける時のここまで開きます。すごくない？便利だなと思っていて、これはすごくあの登山ハイキングとか行くときにすごい私重宝しました。やっぱりこう下の方に何か物入れるじゃないですか、重たい水とかを。そうするとやっぱ休憩の時とかご飯食べる時とかって下の方からお水取り出さなきゃいけないので、それがこういう風に開ければひょいっと取ることができる。あと中にもちゃんとここに着ポケットがあるので、私結構財布とかはここに入れちゃってたんだけど、貴重品等は中のこの着ポケットに入れるのがいいですね。着ポケットがあって、私山登った時とかはここに鍵入れて小銭入れて、あとここにあのビニール袋とかティッシュとかハンカチとか絆創膏とかを入れてました。これは結構使った。だってこれだけちょっと汚いもん結構5年使ってるからね、5年ぐらい結構使ってる。このね、なんかこうあのしょうがないんだけど、
てもいいかなと思ったのと、まあ、5年使って思ったのとこの止水ファスナーがグレーなのがこう黒だといいなって思ったりだとか、このでもこのチャックのところもちゃんと指が引っ掛けやすくなってたり、すごくね使いやすいのよ。ただこうなんか私はそのこれいらないかなみたいな。いいよねこれは。あの今最近店頭で出てるなんかねグリーンの鴨柄みたいなのも可愛くて、可愛いよねあれ。あったね、あれもいいなってすごい思ってるんですけど。同じバッグじゃん。そう、まあ背負ってみます。10リットル。この3つのカバンの中で一番入らないんだけど、でもまあ全然 A4 サイズ入るし、これね、これの位置をね変えられるの。この下とほら一番下にもできるし、上にもできるの。すごい、1900円でだよ。すごくない？はい、いかがでしたでしょうか。今日はワークマンの2000円以下リュック3点ご紹介させていただきました。ワークマンで結構カバンが売ってるっていうイメージが私なかったんですけど、結構売ってるんですよ。こう安いものから、うちではあまりあのまだ説明してないですけど、本当1万円ぐらいの超高機能バッグまでいろいろ販売しておりますので、ぜひね気になる方店頭に足を運んでいただければと思います。これからもいろいろな商品を説明させていただきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら、バイバーイ。